聖ホセマリア・エスクリバーデ・バーラゲルは、スペイン生まれのローマ・カトリック教会の聖人。オプスデイ族人区の創立者。2002年、教皇聖ヨハネ・パウロ2世によって劣勢された。聖人としての記念日は、起点日の6月26日である。一体は平和の聖マリア教会に安置されている。聖ホセマリアの像を祈り、神よ、恩美は、聖母の取り次ぎを通して、主の司祭。 聖ホセマリアに数々のお恵みを与え、専門職とキリスト者としての日々の務めを果たしつつ、生成を求める道、オプスで創立の忠実な道具となさいました。どうか私もまた、日常生活のあらゆる瞬間と状況を主を愛する機会とし、信仰と愛の光を持って、地上を照らし、教会と教皇、そしてすべての人々に、喜びと真心を込めて使えることができますように。 聖ホセマリアの取り継ぎによって、私の願いをお聞き入れください。アーメン。主の祈り、安倍、マリアの祈り解消近年、聖、ホセマリアへの信人が世界中に広がっており、聖ホセマリアエスクリバーの取り継ぎを求める祈りが様々な言語に訳されている。また、聖、ホセマリアへの9日間の祈りがいくつか存在しており、日本語版は、 共有者によって出版されている。ローランド・ジョフィ監督が2011年に作ったスペイン内戦を主題としたフロントミッション革命の反逆者たちという映画で若い頃のホセマリア、神父が登場する。近年、聖ホセマリアに関するドキュメンタリーが多数作られてきた。ありがとうございます。